いらっしゃいませ、こんにちは。オートクチューランコントレ桂店のあもいです。今日はくびれ巻きセットの動画を上げていこうと思います。くびれ巻きセットっていうのはここはちょっとふわっとなってて、ここからちょっと外羽になるようなくびれてるスタイルのことなんですけども、それをちょっと今日はそれをやっていこうかなと思います。あと前髪を作りました。それでは くびれ巻きセットやっていきましょう。まずはやる前に B7 のエアーをつけて巻いていきます。これつけておくとだいぶ髪の毛まとめてくれたりとかツヤ感を出してくれるので、巻く前にお湯とかつけといてもらってる方がいいと思います。で、あとですね、32ミリのコテを使って巻いていきます。まず、だいたい私、量少ないのでいつもは後ろ半分割に割って、ここで巻いていきます。だいたい毛先まで行ったらワンカールですね。カールしてもらって、はい。で、とちょっと上の方、くびれが欲しいところにもう一丁、ここもワンカールですね。そしたらこういう感じ、こういう感じになるので、これをここと内側も耳前をこっち、ちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっと羽にしてワンカールです。上の方、くびれが欲しいところにワンカール、列が通っているかちょっと確認しながらやっていってください。こんな感じで、後ろは、あんまり見えないので、もう私は外羽だけにしてます。で、こっちも後ろ外羽、で前に持ってきてもらった時にこういう風になるように巻いていってください。こうこういう感じで、あとは顔周りですね。顔周りのこの部分、ちょっと短くなってるこの部分を外巻きに、はい、こういう感じと、内側もこのこれですね。これを外巻き、こう、わかりますか。あとここの顔周りをだいたい上のこの部分ぐらい取って、全体的にこの耳上だけこういう風にバックに巻いていきます。そしたらわかりますか、またこういうこっちがこうなってるんですけど、もっとちょっと開く感じになります。で、こっち側も同じようにもう表面の上ぐらいだけ取って、もう本当に1回で抜いていきます。そしたらこういう感じにくびれてくれます。はい。で、あとここのトップにボリュームが欲しいので、私はここの上、ここにちょっと熱を加えてます。加えたなと思ったら離してもらったら、こういう風にボリュームが出てくるので、ボリュームが欲しいところにちょっと熱当てて、で、あと大事なのが熱当ててから冷ます
時間を作ってもらって、ふんわりと。後ろの方も、ふんわりとしてもらったら、わかりますか？ボリュームが。こんだけ出てます。で、大体こういう風に決まったら、あとは、また、お色をつけていきます。もう全体的に冷まし終わったので、つけていってもらって大丈夫です。こんな感じ。になりました。仕上がりがこんな感じになりました。わかりますかね？ここからこういう風に流れて、こう。こっち側もこういう感じ。こうなってます。これが一応こう、キュッと開いたくびれスタイルになるので、最近結構女性らしいシルエットって言われて、くびれセットをさせてもらうお客様も多くて、私自身も結構そういうのをしたりとかするんで、ちょっとワンランク大人になった気がします。なんでまたちょっとくびれセットとかいろいろセットはしてるので、なんかいろんなセット方法のセット動画を上げれたらなと思うので、またちょっと楽しみにしていただけたらと思います。もうめっちゃ簡単で、もう 3分もかからずにできるので、ぜひ皆さんやってみてください。この動画が良かったと思われたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。